皆さんこんにちは、 P さんです。久しぶりにね、体調不良というかね、胃腸炎になりまして、で今ね、OS1 を片手に収録しております。っていうのも締め切りあるから本当は休まなきゃいけないんだけど、撮らなきゃいけないというね感じでね、やっておりますけど、元気じゃないけどやっていきましょう。白鳥愛子さんからメッセージ、P さんの声聞くと元気出ます。ゲストはいないのかな、 P さん一人寂しいけど頑張ってくださいということでね、元気に、ね、なってもらいたいなということでね、収録頑張っていきますよ。そしてオカポンさん、 P さんおはよう。やばい、アーカイブ聞いてコメントしたつもりになってた。さらに月曜日の夜コメント書いてたのに投稿せず、うたた寝してたわということでね、危ない。先週のたまには真面目な話にコメントしちゃうと翌週も真面目な話になっちゃうね。いや、真面目な話もたまにはしましょう。日本の経済対策、賃金上げて購買力上げるのはいいけどね、賃金上げるだけじゃなく原材料費も高騰してるから、それを加えて商品も値上げしなきゃ生産者の経営が持たないよね。そうですよね。非常にね、この当たり前のことなんだけど、政治屋さんはね、賃上げしか言わないっていうね、不思議だよね。消費者のエゴで賃金だけ上げて商品を値上げしないのは、経済破綻招きそう。まあ無理だよね。物の値段上げないと給与も上がんないし、サービス業でもサービスレベル向上しないと意味ないから。農業とか生産コストが上がってるのに販売単価が上がらないと、作る人は趣味でやってる人だけになりそうだわ。モチベーションがね下がっちゃいますからね。いや、農業部門のヘッドハンティングならいつでもどうぞご相談受けたまわりますよ。では間に合ったか心配だけど投稿しとこうということでね、間に合いましたけど、まあまあ真面目な話しますとね、やっぱりね、賃上げをするとね、賃上げしようとするとやっぱそのみんなのレベルも上げなきゃいけないじゃん。本当はなんだろうな、もうちょっと手抜いて今のままでいいやみたいな人たちも手が抜けなくなったりとか、あとまあ今残業ができなくなったりしてるじゃん。昔はね、やっぱ残業で稼ぐみたいなね、時給で頭で考えて、まあ、時給で働くみたいな感じだったけど、今はその能力求められちゃうとね、こう残業なしで残業した分ぐらいの仕事をしなきゃいけない。だから手を抜けなくなってくると、今まで手を抜いてやっとついてこれてきた人たち、必死にやってついてきて、ギリギリついてきてこれた人たちとかも結構きつくなるんじゃないかな。やっぱりこれがね、まあ、最近 SDGs とかね、誰も取り残されない世界にみたいなよく言われてるけど、取り残されたい人もいるのにね逆に、そこそこでいいよとかね、頑張んなくていいよっていう人たちに対しても、それ頑張らせなきゃいけなくなっちゃうのが、だからみんなね、みんなの能力ってみんな平等じゃないじゃん、でこぼこしてるじゃん。でもそれをこうみんな平等にしようみたいな一部の人たちが、平等になるわけないのにね、むしろなんだろうな、生きづらくなるだけなんじゃないかなとは思うけどね。なので、所得税減税ね、これがね必要かなと思いますけども、皆さんどうでしょうか。ということで今日はですね、錦糸工さんのねライブを流そうと思います。それではどうぞ。皆さんこんにちは、錦糸工と言います。よろしくお願いします。鳥取市の、美しい風景を歌った曲を一曲、夕暮れ時にね、作った曲なんですけども、
私歌いたいと思います。夕暮れバーガーという曲。波の音が聞こえてくる夕暮れ時の午後6時、大好きなハンバーガーとお供のポテトハンジュース、いつもの特等席、今日もまた空いてるよ、写真撮りながら行こう、ゆっくりとゆっくりと、嫌なこともあるだろう、悲しいことも盛りだくさんだろう、けどあの夕日を見てよ、あんなにも丸く赤く優しいぜ、さあ風が吹け、君が答えをなくした時には、僕が必ず隣にいるから、手を挙げて笑ってみせてよ、その笑顔が好きだ、その笑顔が好きだ、知らぬ間に忘れてた、あの日の約束、どこからともなくふとふと思い出す、この日を忘れないように、だからの夕日を見てよ、あんなにも丸く赤く優しいぜ、さあ鐘が鳴れ、君が答えをなくした時には、僕が必ず隣にいるから、げて笑ってみせてよ、その笑顔が好きだ、その笑顔が好きだ、風が吹け、君が答えをなくした時には、僕が必ず隣にいるから、その手を挙げて笑ってみせてよ、その笑顔が好きだ、その笑顔が好きだ、その笑顔が好きだ、バーガーという歌でした。ありがとうございます。ハロー希望の歌という歌。深夜に地に明かりを立って、真っ暗闇の中にだって希望の日は灯って見える、それは全て空想だったんだ。生ぬるい部屋にはふと窓の隙間からふと冷たい風が入る、カーテンを揺らした月明かり、空が知らんできたようだ、もうじき朝が来るようだ、あの歌を口ずさむ、不思議なほど透明な絶望や希望なんてのは人は勝手に言ったことさ、僕には関係ないよ、僕
あっても消えやしないな傷の跡、どうやっても消えやしないな君の声、ってのは人は勝手に言ったことさ、僕には関係ないよ、僕はただの命だよ、少しあと少し少しもう少し、どうやっても消えやしないな傷の跡、どうやっても消えやしないな君の声、こんな風に歌うな、なななな、なにもない中身を出それでもね、羽はなくてもね、前にね、足がついてんでね、歩いていこうぜとかね、まあ、そういう気持ちで作った曲ですね、二足歩行バードっていう曲。悔しい涙の粒、三滴ほど流して、消えてく細胞たちが僕にわめき散らす、そんな風になるために生かしてるわけじゃないぜ、わかりかけてわからないことばかりで途方に暮れて、道に迷
そうけど今日だって今だって命はすり減って僕たちを待ってはくれない飛べない鳥に沿う他の鳥情熱の羽のせいで広い大地地平の向こう側希望の光を見る分かりかけて分からないことばかりで途方に暮れて道に迷ってばかりさえ確かにも僕は今を生きて確かにも僕は汗を見てる心臓は分け合って動いてるわけじゃないってだからこそ鼓動を鳴らす鳥に咲く他の鳥情熱の羽乗せて広い大地地平の向こう側希望の光を埋める何度も繰り返し何度も涙し何度も今を生ける何度も夢見て何度も夢に破れそれでも進むぜこの一瞬この瞬間僕たちは生きているいつだって始めればいい、楽しんでいってくださいませ。よろしくお願いします。あなたと私が笑顔であれたらそれが一番いいよねという歌ピースの曲です。僕はきっと君のこと何一つ分かっちゃいないけど僕はきっと君のこと少しずつ分かっていくよパパよパパよパパパよパ少しずつ分かっていくよパパよパパパよパそうだ君に会いに行こうそうだ君に会いに行こう世界が回って世界が回って僕と君が手を取り笑い合えたら素敵なことだ世界が回って世界が回ってさあ共に
を取り笑い合って怖い言葉は僕はきっと君のこと何一つ分かっちゃいないけど僕はきっと君のこと少しずつ分かっていくよパパやパパやパパパやパ少しずつ分かっていくよパパやパパやパパパやパそうだ君に会いに行こうそうだ君に会いに行こう世界が回って世界が回って僕と君が手を取り笑い合えたら素敵なことだ世界が回って世界が回ってさ共に手を取り笑い合って怖い言葉はさ寂しくなって笑えない夜僕がいるよいつもそばねを聞かせてください。バーシュビアシュルバ、バーシュビアシュルバ、はい、バーシュビアシュルバ、ありがとう。バーシュビアシュルバ、イエー、バーシュビアシュルバ、バーシュビアシュルバ、イエー、バーシュビアシュルバ、ありがとう。世界が回って世界が回って僕と君が手を取り笑い合えたら素敵なことだ世界が回って世界が回ってさ共に手を取り笑い合って怖い言葉はイエーイベーでした。次は脇山啓太さんです。ありがとう。はい、聞いていただきました。錦糸工さんのね、ライブでしたけども、久しぶりにね、聞いたけど、あのライブのね、情景が思い浮かびますね。ということでね、この間、先週かな、車をね、修理に出してたんですよ。で、車が帰ってきたんですけど、何がね、故障してたかっていうと、エンジンのね、なんだろうな、熱をこう、下げる、ポンプのところの、回るなんか、まあ、風車みたいな、扇風機みたいなところが割れてて、で、車って、そこら中にこう、センサーが張り巡らされててちょっとこう怪しいな悪くなってるよみたいなのを知らせてくれるんですよ。いろんなねマークがつくんで、でついてで、まあ、プロペラのマークだったんだけどヘリコプターみたいな、まあエンジンそのものはね全然ね悪くなくてその熱がね上がりすぎてしまうと、まあ、オーバーヒートしてエンジンが
焼きついちゃう、まあダメになっちゃうのを防ぐための温度がね、うん、温度調節っていうかね、その温度を上げないようにするための機械の一部がね割れててパッキリ言ってたんだよね。やっぱりその消耗品だから何もかも、うん、でその前に結構長距離も走ってたし、うん、2日で1000キロとかね、うん、結構走ってたんで、まあまあそういう風なね故障箇所というか不備がね出てきますよね、うん、ということでね、皆さんもね、まあ山陰の人だったら特にそうなんですけど、車はね切っても切り離せないぐらいのもう絶対必要なチャリンコみたいなもんじゃないですか。なので、まあ、車のね点検だけはね絶対にするようにしておいた方がいいかなと。僕の場合はその偶然出かけようとした時のその日の朝にランプがついたから、まあ、すぐに行けたんですけど、なかなかそうじゃない時もあると思うんですよね。だからやっぱり日頃のチェックですよね、うん、日頃からまあ毎年少なくても1回はね最寄りの車屋さん、お付き合いのある車屋さんに、まあ、点検だけでも、最近ねあのよくやってるじゃないですか、ディーラーでも無料点検無料サポートしますみたいな、全然あんなのでいいと思いますよ。さっとね見てもらうだけでも、いやプロの人が見るとね全然違うし、それこそみんながね見ても分かるようにタイヤとかね、タイヤの溝とかね気をつけないとやっぱグリップがね効かなくなって、特に雨の日とかね、これから雪も降りますし、うん、グリップが効かなくなると、まあ、事故の原因になったり、ブレーキのね制動距離もめちゃくちゃ伸びるからね、うん、で僕もタイヤ変えたんですけど、レグノっていうブリヂストンのねタイヤに、非常におすすめであります。よかったらね、機会があればでいいんですけどもね、ちょっとね履いてみてはいかがかなと思います。ということでね、今日は割とね真面目な話で固めてしまいましたけども、はい、それでは、コメントの方お待ちしております。それでは皆さん、また来週、じゃあねっ。